はい、熊本市内に朝の7時から取りに行って持ってきたガスコンロ、1500円でした。これを設置します。よいしょ、よいしょ、大丈夫だ、抜けることはないか。ガス来てないか。あ、臭来てる来てる。電池入ってる。あ、そうか。乗せなきゃ火使おう。持ってくるときに俺がなんか忘れちゃったの。こういうことね。ちょっと待って、よっしゃ、ジモティでもらったガスコンロはつかない。ガサ着てるけど火がつかない。で、ライターね。で、あ、電池ちゃいます？入れ直して。電池じゃない？入れ直すと、入れ直すと復活する。わかんないけど。電池が？そんなことある？使うもん、お知らせ。電池だな。チャッカマンだ。チャッカマン。あ、どうしてもつけたいってことね。電池ボックス持ってきてんだけどな。どこに置いたの？チャッカマンでいい？チャッカマン一回試してみた。はい。でもガスの匂いはすっげえか。どちらかというと火がつくかどうかの方が。行くよ。つかない。それは合ってんだよ、根元線は立てて。うん、合ってんだけど、ガスも臭いんだけど、これやったんじゃね？つかないやつか。え、でも外にあるやつって LP ガスだよね。あれが LP だよね、都市ガスじゃなくてね。プロパン？プロパンって LP のことよね。これ都市ガスよ。え、いやいや、確認はしてんだけど、ちゃんと電池も買ってきてやろう。うん、じゃないとこれ仕事ら何千円か払ってまた改造してもらうなんてやろう。うん、それはだるい。確認しましょうね。よし、さあ、もう5分ぐらいね、こう火をつけたり消したりしてたんですけど、ついに来ました。着いた。いや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 、よかったよかった。そうか、なんか空気みたいなのが溜まってたんだな。着きました、ガスコンロゲット。よし、これで料理もできるな。よっしゃよっしゃ、早速お湯沸かしてコーヒーでも飲みましょうかね。初のご飯、焼きそば作ってます。よいしょ、こんなもんかな。うん、いい感じ。健太郎特製焼きそばですよ。
どうぞお食べください。でかい、そんなでかい入れ物がね。ああなるほどね、多分美味しいと思うんで、どうぞ、はい、食えよ。食うとこは取るなと。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。